はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエスト3続きをやっていきたいと思います。前回サマオンサの偽の王様ポストロールを倒して本物の王様を助け出したところになります。で、偽の王様倒して変化の杖ですね、手に入ったの。そういやオーブじゃなかったねで、この変化の杖関係はもう少し進んでいくので、ヤマタノオロチもまだ倒してないんですけど、とりあえず変化の杖関係を進めていきましょう。まずはね、ノアニールに飛びます。まあ、なんでノアニールに飛ぶのかっていうと、ちょっと今の段階でしかできないイベントがあるので、そちらを進めていきましょう。まあ、別にイベントってわけじゃないんだけど、変化の杖ってもうすぐなくなっちゃうんですよ。なんかおじいさんが変化の杖を持ってないかって言ってたところがあったじゃないですか。で、そこで変化の杖渡しちゃうんで、で変化の杖って自分たちの姿を変化させないと買えないものがあったりするんで、それがエルフの村ですね。で、人間に売るものはないわみたいなことをこいつが言ってくるんですけど、人間じゃなければいいわけであって、変化の杖ってかさ、目の前でさ変化してさ、これ誰？あ、これ人間だね。で、モンスターはさすがにキャーモンスターだわみたいなことを言ってくると思うんで、ホビットは大丈夫かな。あ、道具屋ですと。で、天使のローブ、おお、ももちゃんとか装備できるけど特にあれは変わらないね。ザラキとかのあれかな、確率が減るのかなって。祈りの指輪がね売ってるんで、モーニングスターは弱いでしょ。で、眠りの杖、まあ、これはねラリフォーの効果だったかな。で、黄金のティアラ、これも売ってんのか普通に優しくなれる本とか、まあ、ここはちょっと祈りの指輪を2つ買っておきましょう。やっぱりマジックパワーは重要なんで。で、フクロット、よし、じゃあこんなもんでいいでしょうというのを、まあ、やっておきたかっただけと。で、地形的にはあのおっさんはちょっと北極みたいなところにいたので、どこが近いかって言われると普通にノアニールが近いね。もう怪しい影とか、作戦はガンガン行こうぜでいいや。一発でしょう。こここそトヘロスが効くんじゃないか。てかトヘロスって覚えた？覚えてねえや。聖水しかないけど、まあサクッと倒せるんで、メラミを使うか。まあ確かにさまよう鎧って効かねえしさまよう鎧の鎧すげえな。メラミをも跳ね返すか。おお、戻ったそういえばぬいぐるみだけどさ、ぬいぐるみだとバレんのかね、あなたは人間ねみたいな。姿形だけではダメなのかな。でも変化の杖もさ、多分姿形だけだよね。いや、さまよう鎧強えわ。何なんだ。で、もうノアニール自体がかなり北ですね。ここら辺とか雪が積もってるんで。ダイオウイカが3匹か。これはちょっと炎のブーメランにしよう。イカズチの杖、いいねいいね。ベギ玉さえ通ってくれればだいぶ楽になるからな。まあ、ももちゃんもねゾンビキラーなんで結構火力は出ますよね。で、あかねちゃんが、まあ、賢者になれば装備できるのがかなり増えるんで、また強くなるんですけれども、レベルがね1に戻っちゃうんで、せめてねちょっとイオラを覚えてから賢者にしたいと思います。で、ゆずちゃんもちょっと変えようか。まあそれはあかねちゃんと同じタイミングで戦士にしようかね。やっぱり、まあ、盗賊はね確かに、まあ、素早さとか高くていいんですけれども、ちょっと火力的なものがねやっぱり不足してきたんで。で、これは右上の方だったな。で、転職をすると現在のパラメーターの2分の1を引き継ぐんで、まあ、それを考えれば
まあ選手は素早さ遅いんですけど、素早さを多少引き継ぐんで全然いいでしょう。あ、待って待って待って船乗りの骨と取り替えっこせんかみたいなことを言ってきたね。で、船乗りの骨を渡しましょうと。これでもう変幻の杖は二度と手に入んないんで、いやありがたいわ、はは。あれ、こいつなんかピチピチギャルに変化しようかなみたいなことを言ってきたような気がするんだけど、それは俺の記憶違いか。で、船乗りの骨を手に入れたんで、まあ、これは何なのかっていうと、まあ、ちょっと使ってみましょう、見ましょう。南に84、東に125の方向を指し示したと。これでここに海賊船がいるんですよ。海賊船というか幽霊船か。で、幽霊船自体は確かロマリアがね、近かったんですよね。あれ、ロマリアじゃなかったっけちょっと待ってね、もう一回使う。南に24、東に14。南に21、東に14だから。まあ、割と近いよね。ここら辺、この下あたり。お、いいよ。イオラが欲しいね、イオラが。まあ、あとはそのヤマタノオロチね、ヒャダルコとかは効きそうだけど。乗り込みましょう、幽霊船に。で、ここ自体は？ああ、宝はあるっちゃあるのか。どんな嵐が来ようとわしの船は絶対に沈まないのだわ、ははは。は、一応盗賊の花じゃなくてレミラーもやりたかった。ない。上から見ていくか。光らない。下へ行きましょう。マーマンダインとかが出てくるんだね。マーマンダインに乗り込まれてんのかこの船モンスターに占拠されてるね。おお、いいね。で、あー、なるほど、ここら辺にはちょっとありそうだね。おー、右にある。こいつはなんだ。ヒヒヒ、幽霊船には屍がふさわしいから、お前も死ぬがいい。げ、普通に戦うんかい。ミニデーモン、ミニデーモンは普通にメラミ使ってきたよね。ヒャダルコか。さて、小さなメダル、あ、小さなメダル、あれ、あ、今何個持ってたっけ。あ、ここに人がいる。おや、あなたは亡霊ではなさそうだ。さてはあなたも財宝がお目当てですね。でもこの船にいるのは亡霊ばかり。参りましたよ。こいつどうやってこの船に乗り込んだんだ。たまたま見つけたのかな。しかも結構肝っ玉が座ってるよね。亡霊ばかり、いや参りましたよみたいな9個、愛の思い出。結構簡単に手に入ったな。で、ここら辺はちょっとまずは宝箱を回収しよう。まあ別にミミックだったとしても大丈夫でしょう。あ、ミミックだ。ザキにさえ気をつければ。よし、ほら、メラミックらえ。おお、いいね。これはワンターンキルができるんじゃないか。あー、無理かー。レベル20。お、トヘロスで毒針。あとはここの樽系、ここだけか。あ、2つ、小さなメダル、そして力の種。種もだいぶあるね多分。あと何個ある。あと1個。上の方見てみましょう。船を漕ぐのは奴隷か罪人の仕事なのさ。返事がない。ただの屍のようだ。ほら、人を殺しちまったでな。どんな死に方したって仕方ねえと思うだよ。でもそこにいたエリックってやつは無実の罪だったってかわいそうにな。上か、エリックは。こいつは屍か。溺れて死ぬのは苦しい。いやだ、死にたくねえよ。つれえよ。メラミで確実に骸骨戦士を倒す。会心の一撃。こいつ硬そうだな。ガニラス、あいてー
ちゃんとベギラマを使うときは節約してくれるね。俺たちは奴隷よ、ギーコギーコ。こいつは前向きだね。で、そうするとこのタンスかなと1個は。ガーターベルト。おお、やった、ガーターベルトだ。ガーターベルト。どうしようかな。あかねちゃんにするか。あかねちゃんでもな。早めに動いてもらいたいから、ももちゃんにしよう。黄金のティアラと交換しましょう。死んじまってても船が焦げるなんて知らなかったよ、ははは。こいつはオリビア。もう船が沈んでしまう。君にはもう永遠に会えなくなるんだね。でも僕は永遠に忘れないよ、君との愛の思い出を。せめて君だけは幸せに生きておくれ。こいつは、あ、嵐が来る、風が、波がみたいな。幽霊船自体は全然狭いね。もうこれで終わりか。じゃあ帰りましょう。どっから帰るのこれ。さようなら。で、なんちゃら岬だよね。なんちゃら岬どうやって行くんだっけ。場所的にはちょっと待ってね、地図見てるんで。ん、どこだ。ダーマあたりから行った方がいいのか。ちょっとダーマへ飛びましょう。バハラタの上の祠のさらにちょっと上だったよね。なのでこのまま陸伝いに行きましょうと。いや、ノアニールの方が良かったかな。まあいいか、もうここまで来ちゃったから。多分海の敵はトヘロスではどうにもならないし、まあ多少なりとも経験値とレベルを上げていきましょう。卑弥呼様はずっと苦しんでんのかな。何日も何日も。まあしかし人を食ってきた報いだ。いや、炎のブーメランいいね。最終的にブーメランって何が一番強いんだ。炎のブーメランの上が思い浮かばないんだけど、多分最終的には裏ダンジョンとかで破壊の鉄球がねあるはずなんで。破壊の鉄球はただね、大体ね、いろんな人が装備できるはずなんですよね。で、ゆずちゃんを、まあ、戦士にしたら、あの敵一体しか多分攻撃できないんで、イカズチの杖をゆずちゃんに持たせましょう。グループ攻撃したいときはイカズチの杖を使ってもらうと。で、あかねちゃんはね、もうマジックパワー消費してでもちょっと魔法を唱えていきましょう。で、このまま北上して、あー、テンタクルス。お、強いね。そして2回攻撃か。いや、マジで強いわ。いやー、この時代オチオチと船も出してらんないね。こんな怪物に襲われたらたまったもんじゃないよ。ケンタクルス付き、ほら、メラミを使える魔法使いがいて、なんかようやく倒せるっていう感じだからな。一般人の強さが本当知りたいよね。で、山に囲まれた城が見えますけれども、あそこは行けませんと。で、ここ敵が出てきちゃったけど、しびれアゲハとか。こんな海の上飛んでんのか。で、ここに行こうとするとどこからともなく悲しげな歌声が聞こえる。で、戻されちゃうと。あれ、このうちに使ってれば使えない。ほいほいほい、あれ使えないよ。なんか戻されるときに使えたような気がするんだけど、変わってんのかな。まあいいや、ここで使おう。
愛の思い出。エリックとオリビア2人の愛の思い出が辺りを温かく包む。これは思い出なの？ああエリック、私の愛しき人、あなたをずっと待ってたわ。オリビア、僕のオリビア、もう君を離さない。エリック、こいつは幽霊船から解放されたのか。オリビアの呪いが解けた。じゃあ行こう。ここは寂しい祠の牢獄。よく考えるとさ、結構悲しいエピソードが多いねこれ。ここは宝が2つ、レミラーも大人用ない。ここは1個ある。返事がない、ただの屍、小さなメダル。じゃあ下に行きましょう。でここはある、返事がない、ただの屍、ガイアの剣。ガイアの剣を手に入れた。何も言ってこないんだっけ。こいつがサイモンだよね多分。あれ、こっちがサイモンだっけ。私はサイモンの魂、私の屍のそばを調べよう。あ、魂と肉体は分離してんのか。なんでわざわざ魂は魂でさ、牢獄の中に入ってんの。そんなに牢獄が好きなのかな。まあもうガイアの剣はもらったんで、でそうするとよ、まあ、ガイアの剣自体はどうなんだ。あ、強いっていうかあれか、163だからあんま強くないのか。草薙の剣の方が、あ、全然強いわ。まあ、ガイアの剣は投げ込んじゃうんで、じゃあちょっと一回アリアハに行きましょう。でまたメダルを渡しに行きます。ちょっと毎回毎回道具がいっぱいになるからな。よいしょ。でそうするとやることといえば、もうネクロゴンドの洞窟に行かないといけないんだけど、あそこ敵がね強いんだよね。まあドラクエ3に入ってからレベル上げっていうのをね全然やってないからね、カザーブの村あたりで1回レベル上げしたくらいで、あとはわりかし突き進んでるからね。せめてイオラだよ、イオラだから。やっぱりメダルの館へようこそ。そこでもいいんだ、どうでも。62枚。正義のそろばん。疾風のバンダナか。ちょっと見てみましょう。あ、ドラゴンテールの70枚ね。ただまあちょっときつそうだね。ドラゴンクロウの80枚。武闘家は武闘家でね、会心の一撃が高いからね。戦士と武闘家どっちがいいんだろうな。なんか戦士の方が良さそうな気もするけど。まあ、盗賊で素早さを上げてるんで、それを補う形で戦士にしましょうか、やっぱり。じゃあ行くところとすれば、もう本当にヤマタノオロチを倒しに行くか。じゃあ、あ、ジパングに飛んじゃった。薬草、薬草。重要な薬草よ。これをゆずちゃんに持たせよう。だからこういう時にね、ゆずちゃん火力が出ないからね、まあ本当はなんか適当に武器を買ってあげて装備させればいいんだろうけど。ミカミックスも草薙の剣にしておこう。よし、ぬいぐるみになった。ももちゃんの力を見せてやる。熱くないのかな。待たせたな、何日経ったか知らんが。バイキルトとかあると楽そうだね。そういえば攻撃のゆずちゃんも攻撃、
ももちゃんは、まあ、ちょっとルカにだね、聞くまで。デスクルートで防御を上げておこう。あれ、あかりちゃん一人で振ってる。寝てないっけ、そういえば。いきなりやらかしたな。よし、守備力下がった。あかりちゃんがまずい。どうしようかね。そうすると、じゃあ自分も今回は回復に回ろう。で、ゆずちゃん攻撃、ももちゃんはベホイミで、あかねちゃん、違う、ゆずちゃんも薬草でももちゃん、ももちゃんがあかねちゃん、あかねちゃんはスクルド。火炎33、耐えろ。534、ギリギリ死んだ。なんてこったい。スクルト要員が死んでしまったが、しょうがない。あとはまたこの2人で頑張ってもらうしかない。よしよしよし、攻撃をしてくれればね、楽だからね。まあゆずちゃんもそれなりにダメージソースにはなるからな、今回は。攻撃しよう。まあ50弱は当たるからね、全然いいでしょう。まあ火炎が来た時だけはちょっと薬草を使っていきましょう。よしよしよし、攻撃だね。 OKOK、 まあ、ヤマタノオロチはなんかあんまり経験値持ってないからね。お、これは全員攻撃に入ろう。ももちゃんもゾンビキラーだからそれなりにダメージが当たるはずだ。火の位置弱い。いけ45、いいね。ゆずちゃんと同じくらい当たる。もう一回いけるな。このままガンガン攻める。火の位置よしよしよし。ここはもう怒涛の攻撃を繰り出す。来た火炎、痛い。さて、ゆずちゃんがあと1個しかないか。アタッカーを回復させておこう。多分もうそろそろ倒せるはずなんで、アタッカーさえ生きてればなんとかなるはずだ。ここはもう全員攻撃だな。まあやっぱりヒットポイントはあるね。またそのロチ結構。よしよしよし、ここも全員攻撃だ。スクルト、まあ2回かけてくれたからな、あかねちゃんが。おっと、ちょっと減ってきたか。どうしようかな。自分はじゃあホイミで、ももちゃんを回復させて、ゆずちゃんが攻撃をして、ゆずちゃんはミカミキスを回復させると。おお、危ない。で、2人は攻撃してゆずちゃんを回復させましょう。やばい、火炎ちょっとやばくなってきたかな。ゆずちゃんのな、薬草がなくなっちゃったからねと思ったら倒したね。よしよしよし。が、経験値すんげえ持ってる。あかねちゃんの経験値が、まあしょうがない。バシルーラ、なんと卑弥呼はオロチだった。その噂は瞬く間に国中に広まっていった。別に噂じゃないでしょう。そして夜が明けた。宝箱が残されている。パープルオーブ。ヤマタノオロチが卑弥呼様になりすましておったとは。で、卑弥呼様って結局食われたの？きっと本当の卑弥呼様はオロチの牙にかかって、あ、食われたんだね。ってことはこの国のトップがいなくなったな。何はともあれめでたいことよ。こいつは楽観主義だね。ありがとうございました。
あの卑弥呼様がオロチだったなんてあな恐ろしい。まあ茜ちゃんがやられてしまったからな、まあ、とりあえずじゃあサラムとか。ネクロボンドの洞窟行ってるかこれ。まずはともあれ生き返らそう。教会、あれここってもう全部取ったよね。やっぱりせめてなザオラルを覚えてくれないと。あそこはなかなか長いからね、まあ、また例によって2回に分けて攻略しますか。宝箱をね回収するだけでも全然違うんで。でバラモスと戦う時にはな、ちょっと賢者とかにはなっておきたい気がするけど、どっかでレベル上げを挟まないと無理かな。マーマンダイン、もういいや、ガンガン行こう。1回で攻略するつもりじゃなければガンガン行って、なんだかんだで120か、マジックパワー。フィフズちゃんの117っていうのもすごいけどね魔法使いには劣らない。画面もとか出てくんのかよ。一応ちょっと炎のブブラにしとこう。全員攻撃をする。硬い軍団だね、よく見ればガニラスとか11とかしか当たんない。キャダルコ、こっちの方が当たるんだろうな。甘いき、よし、ミカミックスさえ眠らなければまあなんとかどんどん削っていけるからね。ミューズちゃんダメだ、通らないマジで。ダメハ、おお寝た。イカズツルツへ聞くのか、そもそも聞かない。ザメハ唱えてくれるね。そしてまた寝てしまったこのパターンは何なんだ。おう、とにかく俺が目を覚ませばなんとかなる。よーし通った。よし、誰も眠らなかったね。いやガメゴンだね、ガメゴン本当に嫌だこいつ。じゃあ、ここから上陸してここに火山があるんで、ここにそのガイアの剣を投げ込みましょう。これもちょっとどういうシステムなんだかよくわかんないけどね、ガイアの剣を投げ込むと噴火が起こるっていう。ガイアの剣のいわれがよくわからないからな、どういう由来があるのか。おお、ここら辺は全然雑魚だね。普通のイシスと変わらぬ敵が出てくる。ここを越えたところか、多分強い敵が出てくるのは。どうだ、おお、フロストギズモとミニデーモン、しかもヒャダルコを唱えてくる。やばい、ガーメラミじゃなくてこっちか。ミニデーモンがメラミを唱えてきたのかと思った。来たねー痛い。さすがに敵のメラミの方が弱いよね、これで70-80食らったらかなり壊滅的なダメージを負うからな。これはたどり着くまでがやっぱり大変だな。ヒャダルコいいね、ヒャダルコ強いね。まあそれはベギラマと一緒だったら何なのっていう感じはするけど。あとこいつらが経験値いくつ持ってるかだよね。4人で587か、結構持ってるね。うおー、トロルが出てきた。ふ
ズロストギズモのもうヒャダルコが痛すぎる。確実に女神でロストギズモを倒すか。540 やばい。うわどっちだ、自分を先に回復させたか。ももちゃんありがとう。あかねちゃんやられたマジかよ。あかねちゃんがちょっと先、ゴーももちゃん痛恨の一撃を食らった。これはちょっとやっぱり厳しいね。まあ2人だったからすげえ経験値もらったけどさ。撤退だ撤退、ダンジョンに着く前に撤退することになるとは。これはやはりもうちょっとレベル上げをする必要があるね。とりあえずじゃあちょっとやっぱりきついんで一回バイトをしましょう。生き返らせる、ももちゃん。あ、ぬいぐるみか、そういえば。あかねちゃん。よし。じゃあ、次はちょっと、まあ、終わらないですけれども、準備が整ったところから、やりたいと思いますので、ちょっとバイトをします。はい、ではですね、あかねちゃんが、まあ、バイキルトとイオラを覚えましたので、ちょっと、賢者に転職しましょう。で、ついでにゆずちゃんも転職させますと。ゆずちゃんはもう戦士になりましょう。レベル1に戻り修行し直す格好も終わりかな。はい。ゆずが新たな職に就くことを何とぞお許しください。では、今からゆずは戦士じゃ。新しい職業のものに装備を変えたと。で、あかねちゃん賢者にしましょう。おお、切れ者のあかねには転職ともいえるナイスチョイスじゃの、こんなこと言ってくるんだよし、あかねちゃん賢者でもういいや。でそうするとまあレベル1なんだけれども、ゆずちゃん強いね。素早さ73ある。ももちゃんとかよりあるしてかミカミックス素早さめっちゃ低いな。よし、でこれで一応まあ多少なりとも素早い戦士が出来上がって、防具とか武器がしょぼいからちょっとここら辺を整えましょう。でもちろんこのままレベル1の状態で臨むと死ぬんで、またバイトをしましょう。盗賊の花、宝はないと。じゃあまたちょっとバイトをします。はい、それではゆずちゃんが15レベルで、あかねちゃんが14レベルになってベホイミを覚えましたので、ちょっとこれでネクロゴンドを攻略していきたいと思います。まあ、多分1回ではいけないと思うんで、またねレベルを上げつつ撤退しつつ、まあ、徐々に攻略していく感じになるかな、そこの洞窟は。でもうガンガン行きましょう。イオラがねやっぱ強いっすね。まあ、効かなかったってなるけど、もう基本はねここら辺の敵だったら一網打尽にできる。でゆずちゃんももうすでに15レベルでこのヒットポイントですからね。ただイオラはねやっぱりマジックパワーの消費が激しいんで、もうこいつらにはやっぱりちょっと使いたくないんで、あかねちゃんは命令でいきましょう。単なるレベル上げの時はね全然イオラをどんどん使っていってよかったんですけど、やはりこんなやつらにねイオラを使われたんじゃただのマジックパワーの無駄なんで、まあ敵が強いだけあってここはね経験値がすごいっすね。やっぱりわりかしレベル上がるのが早い。トロルはいいや、そのまま攻撃しよう。ザキたまにやるよね死ななかったけど、まあ、あかねちゃんもそれなりに打撃は入るんで、トロルはやっぱりしぶといね。
でモンスターがね大量に出てきたときはもう惜しまずマジックパワーを使っていきましょう。クロストギズモね、クロストギズモもね本当に、あれなんで、キャダルコ、イオラだっていくつ使う？9でしょ、ちょっと使いすぎるよな。ユズちゃんもイカ口の杖を持たせてるんで、こういう時には発動してくれますね。で元々は盗賊だったんで、それなりにやっぱ早いね、先手は取れる。全然効かねえんだけどイオラにしとけよかったか。このヒャタルコの連発がきついんだよな。でモモちゃんがねちょっとグループ攻撃がないんで、よし、もうミカミックスは炎のブーメランで全然いいですね。普通に火力は出るんで。でゆずちゃん16レベルヒットポイントがどんどん上がっていくね。ベフイミを備えよう。あとはどうしようかな、ちょっと薬草2つしかない。薬草も大量に買い込んでおくべきだったか。マジックパワーの節約にはなるからな。どうしようかね、これも結構きついんだよね。やっぱ使っていくか、イオラ。ほら効かない。まあそういうのはしょうがない。ここでミカミックスが来てくれたのはでかい。いつもは攻撃めちゃ遅いのに。でモモスちゃんがミニデーモン、よし。でちなみにねユズちゃんは草薙の剣を装備させてます。うわやばい、食らうとめちゃ食らうよな、やっぱり。あかねちゃん15レベル。キアリ。もう23レベルで転職したってことは23レベル以上にならないと魔法使いとしての魔法は覚えないですからね。ザキ効くのトロル、あんまり効かない感じがするんだけどな。こうレベル上げしてた時も、まあ、たまに効くっていう感じですよね。だったらマジックパワーの無駄をしないでもらいたいけど。ガー1位、危ねえ奇跡的に助かった。もうこの洞窟に入る前からこれだからな。こういう意味でちょっと節約をしていきましょう。そしてまたここの洞窟が長いからね。一応盗賊の花を使おう。宝はない。またこのパターンか。イオラを使わざるを得ないな。あれどこ行った？ここでミカミックスが攻撃をしてこない。メラミも痛いからね本当に。でトロルはトロルで攻撃力が高いからな。いけ、いや倒せないか。まあただダメージは食らわなかったんで。ミカミックスレベル25。いやめちゃくちゃヒットポイントが上がったな。ももちゃんとあかねちゃんにホイミを唱えて、さてこれはどっちだ、左から行くか。宝箱はちなみに3個。左から行こう。お、あるね、小さなメダル。まあ貴重品だからよしとしよう。ミニデーモン、これどうする。こいつらはキャタルコ効くでしょ。よしよしよし、ゆずちゃん効かずしますぜ。効かない効かない悲しすぎる。お、でも俺の攻撃が珍しく早かったな。今回ノーダメージでいったね。じゃあここを右に行こう。
ん、そうするとなんかここ繋がりそうだね、下。じゃあ右に行って何にもない。いやー道が分かんなくなりそうだな。しかもガッザキ危ねー。一応ねあれなんですよね、ももちゃんはザオラルを覚えたんで、まあ、最悪事故った時にはザオラルを唱えればいいんですけれども、ももちゃんが事故った時には、まあ、世界樹の葉を使っていきましょう。まあ、どんどん力は上がってくれるのはいいかな。あとミカミックスもねベホイミを覚えてくれれば全然いいんですけど、すげえ分かれてんな道が。宝箱、稲妻の剣、こんなとこにあんの。ちょっと待って、稲妻の剣って、いや攻撃力はそれはめちゃ上がるけどさ、え、どうしようかな。これはじゃあゆずちゃんに装備させて、で稲妻の剣ってさなんかあったよね、絶対なんか攻撃魔法の効果があったはず。でイカズチの杖渡そう。地獄の騎士とか、ちょっと待ってね、ゆずちゃんを命令させろにして、稲妻の剣を使おう。あかねちゃんどうしよう、もうユーラ使おう。もう59しかないよ、マジックパワーが効かない。稲妻の剣、いやこれさ普通にイオラじゃね焼きつく息、これはやばい、しびれた。はあマジか、2回連続焼きつく息は。いやーでもそうか、俺が攻撃してなかったからか、ヒアリクは助かるね。いや稲妻の剣すごいぞこれ、イオラができるっていうかさ、ただでイオラが使えるって半端ねえな。どうしようかな、ちょっとこっち右を見てみる。ここにこうつながってくるのか。ということはこのまま下の左に行くのが正解だね。稲妻の剣を使おう。しまった、茜ちゃん攻撃しちゃったよ。まあいいか、いやーめちゃいいねこれ。ガー死ぬー。でこれでゆずちゃんがちなみに盗賊だったら稲妻の剣とか、まあ装備できなくても使えるは使えるんだけど火力的な問題があるからね、やっぱりこれは戦士に転職させてよかったかな今のところは。で宝箱があと1つあると、ここは行き止まり。さらにこっちの左は宝箱、刃の鎧、これもいいね。で刃の鎧はどうする、そこまで上がらないか。大地の鎧、いやこれはもうゆずちゃんだな、ゆずちゃんにどんどん装備させていこう。うわーっけー、しかもいきなりか、焼けつく息が最悪なんだよな。よし、おおダメージが返った。ゆずちゃんはじゃあ稲妻の剣でいこう。あかねちゃんどうしようかな、ここでじゃあまたイオラを使うのも2人だからね、もったいないよね。しびれた、しかもキアリクをわざわざ唱えるのか。ブーメラン、てかブーメランでさこんなダメージいくなんてすげえな。もう一回ベホイミを唱えちゃおうか。これでここが階段か、よし2階にはすぐ行けるな。そうするとでさらに盗賊の花、フロアに宝箱はないということはどんどん進んでいこう。ゆずちゃん稲妻の剣でいこう。あかねちゃんはまあ攻撃でいいでしょう、マジックパワーがあり余ってるわけじゃないんで。やっ
スの攻撃が遅いんだな。先にブーメランを投げてくれればすげえ助かるんだけど。ももちゃんレベル25。さて、まあ適当に言ってるんだけど、宝箱はないからね。これは稲妻の剣、稲妻の剣イオラで粉砕する。おお、すげえマジですごい。一掃できるな。あかねちゃん16レベル、20レベルは欲しいね。やっぱりザメハ、まあ、ただね、転職するとね元が強いんで、ゲーまたわけわかんないやつらが出てきたな。稲妻の剣にもういいよら使おう。あ、呪文、あ、そうか、これあれか、僧侶の呪文も一緒になってるからページ数がいっぱいあるんだ。効かない。ゆずちゃん攻撃をしてくれ、地獄の騎士。ブーメランはどうだ、入るか、入らない。めちゃくちゃカウンターを食らってるな。おお、金もすごいね。踊る宝石はね、金持ってるからね。ちょいちょい回復させていくか。これでいいかな。とりあえず今左に来てたんだよね。左じゃなくて右か、右に。マヌさん、ゆりちゃんだっけ。あれ、こいつ何、3回攻撃してこなかった今。まあ踊る宝石1体でどれだけ持ってるか、経験値は全然持ってない、2とかね。金を1000円持ってんのか。いやー、なんだこれ、ずっと右に来てるけどどうなってる。ホロゴースト、これもちょっと稲妻の剣でいこう。カネちゃんどうすっかな、ヒャダルコでいくか。効かない、なにー、マジか、全然効かない。こいつは魔法に耐性があるな、しかも攻撃もガーザキ、死なない。よし、攻撃で攻めるしかない。まあかねちゃんもね、攻撃で50当たるからね。全然いいよ。ゆずちゃん18。おお、ヒットポイントの上がりが半端ないな。あれ、これってさ、なんか大丈夫、ループしてないか。これループしてるよね、ずっと同じところ行ってる気がするんだけど。稲妻もうめんどくさいから、これも魔法唱えていこう。ミニデーモンはキャダルコが入るんで、でイオラも全然入るから、ゲー入ったかった。まあいいや、漏れはももちゃんに任せよう。ゲー最近ミスるな。いや、これ絶対ループしてるよ。いや、ループしてる。ちょっと待って、これどっから行けばいいんだ。地獄の騎士、どうしようかな。ゆずちゃんやっぱ稲妻の剣だな。こいつも2回攻撃してくるからね。お、ももちゃん一回打ちの杖を使ったな。完全に道具に頼り切ってる。いや、やっぱりこういうのあるとないとでは全然違うからね。ああ、これ下に行こう。じゃあここ右はダメだ、永遠にループするってことは結局は下に来るってこと。で、この落とし穴とかなんだっけ、落ちなくていいんだよね、落ちなきゃいけないんだっけ。ライオンヘッドとかまた新しいやつが出てきたな。
ただこれは攻撃でなんとかしよう。よし、これで倒せるか。お、まだ生きてる。ライオンヘッド、炎入ってきそうだね。とりあえずこの落とし穴は一回シカとしておいて、上に登っていこう。今のところ上に登っていってるからね、ダンジョン的には。また上から攻めるか。こういう時はさすがに稲妻の剣だな。でもうイオラも唱えちゃおう。これであと2回イオラが使えるのは。効かないか。しかしブーメラン、ブーメランはね効かないとかないからね、まあ、ミスる可能性はあるけど、魔法に比べれば全然通るから。ここは何にもない。リレミト分ミカミックスを残しておかないとな。もうアカミちゃんは完全イオラ要因だから。ただこれはもう攻撃でいこう。とりあえず攻撃を食らってる分には何とも怖くもないな。これでアカネちゃんと、うん、早いね。後ろ3人は早い。ミカミックスだけで遅いの。豪傑の完全に力任せバカだからなこいつは。その代わりブーメランが超強いけどねまあやはりそれを両立させようっていうのが無理な話なんだよね、素早さと力を。地獄の騎士、これは稲妻の剣を使おう。アカネちゃんは攻撃でいいや。2回攻撃をしてくるのが痛い。イカズチのせい、いいね。でブーメランで決める。アカネちゃん17レベル。お、割といい感じに上がったね。そうか、俺があんまりホイミを使いすぎるのも良くないんだよね。これでいいか。で何、結局これあれ、どっかで落ちなきゃダメか。うわー、これはちょっときついぞ。稲妻の剣を使おう。かつイオラもぶっ放す。あと1回か。ライオンヘッド効かなかった。焼けつく息のが早いか。ゆずちゃん、何、地獄の騎士は早い。おろゆずちゃんの攻撃が、稲妻の剣効かない。ライオンヘッドは効かないことが多いね、イオラは。とりあえず向こう側に出たいからね。19レベル。体力がどんどん上がっていくね。やっぱり盗賊の時は体力少なかったからな。ちょっと落ちるか。じゃあ、あー、それでこの階段は何なの。え、向こう側ん、どこだこれ。またわけのわかんないところに出てきたな。ああ、こっち側に出てきたね。よしよしよし、これはどうする。稲妻の剣でいこう。さすがにもう1回しかイオラ使えないからな、残しておこう。いや、一番左倒せなかったか。しかしこのイカズチの杖のベギラまで左は倒せる。結構食らうねミカミックスちゃんも。ゆずちゃんを一番前に出すか。そうすると26レベル。で、ベコイミを唱えよう。これは登っちゃっていいよね、だってないもんね宝は。さてここは宝はなし。
どっちから行く？下から行くか。フロストギズモ、これはこいつらはね、本当にキャラ力を連発されると厳しいから、イカズチのせいで。もうアカネちゃんマジックパワーがないからな。これで撤退するか。とりあえずここまではすぐ来れるはず。1300とかね、すげえ持ってんだよね、経験値自体は。ちょっと撤退しよう。もうで、ちょっとアッサラーム持って寝て、薬草も買い込んでおきたいんで。金はもう1万2000円あるね。さて、道具屋ってどこだっけ。ここか。毒消し草と満月草しか売ってない。なんでたまにこう売ってないのがあんの、ひどくない。で、左の方はもう超どうでもいい店だから、ここも関係ないでしょ。薬草売ってないとか、マジかよ。とりあえず寝ておくか。というところで、じゃあまあなかなかいい時間なので、今回はここで終了して、まあ、次回はね、このネクロゴンドを突破するところから、やっていきたいと思います。今回はこれで終了します。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。